なんかこことここ近づけませんかね、私。近づける。え、いいじゃん、近づけて。え、近づけてくれますか、うん、もちろん。これ今クリームなんですね。もうクリームってだけでちょっとなんかもう上級者になってって思っちゃう。新しい自分の顔を見ました。すごいすごい、いいよね、見たことある、見たことある。川北真優。いや、川北真優。みなさんこんにちは、ヘアメイクの川北です。もう来ていただきました。お邪魔します。 AKB48 の峯岸みなみです。よろしくお願いします。あ、まだ AKB なんだね。そうなんですよ。そうだ、ね、予定外。いや、予定外でね、ますが、まあ、卒業が延期になったんで。そうですね、まだ AKB です。はい、ね、いや嬉しい。こちらこそ。もう先ほどね、実はもうね、はい、僕がゲストに出させていただいてですね、ありがとうございました、はい、あのすごくいい動画が撮れまして。もうここでやることないんじゃないかと。本当ね、ちょっとお直しのつもりが完璧に仕上げていただいちゃったもので。綺麗になっちゃいました。もうそちらもぜひぜひね、お願いします。 3,4 年ぶりなんですけど、まずね、綺麗になったことにびっくり。嬉しい。で、あと顔に自信がついてます。川北さんのおかげですよ。いやいや、そんなことはない。そんな中華料理屋で言われた。やめて。太っていることを隠すために高級ブランドを身につけるなんて。いやいや、そんな言い方はしてない。本当に刺さりました。そんな言い方はしてませんが。そんな言い方はしてませんがね。覚えてますか。覚えてます。そんなようなこと言った。覚えてます。本当に最近綺麗になったなと思って見てたんですよ。ありがとうございます。もうお酒もやめて、はい、180日目です。すごいよね、はい、本当にすごいと思います。これみんな見てる人思ってると思いますよ。いや、みーちゃん可愛いって。これがもっと可愛くしてくれるんですね。いや、します。もう喋って終わろうかと思ってます、ね、なんでですか。なんで2人だけ喋って終わるんですか。やりましょう。お願いします。はい。まずみーちゃん、ベースを使ってなかった。はい。日焼け止めをしてなかった。こんだけ肌白いでしょ。日焼けどうなの。すると赤くなったりする。赤くなって、まあ割とちょっとだけトーンはもしかしたら落ちるけど、うん、あんまり気にならないです。日焼け肌強いよね。肌強い、めちゃくちゃ強い。3日メイクして寝ても全然平気なんです、うん、ダメなさいよ、ほんと洗いなさい、ちゃんと。そうなんですよね。ダメよ。確かにいつか来ますよね、うん、来ます、本当に。もうみんなね、日焼けしたいってね、ハワイ行って焼いてた時、僕もそうでした。もう一生懸命焼いてました。黒くなった方が顔小さくなるんじゃないかと思って。シェービングね、なんですけども、顔見てください、もうちょっとシミだらけですよ、もう。ああ、やっぱそういうの。そう、紫外線。え、後悔してますか。後悔してます。なんで日焼け止め塗らなかったんだろう。こういう日焼け止めになって、しかも肌のトーンもちょっと綺麗にしてくれる、ね、いい匂い、オレンジ。そうですよ、これもバーッと全体に広げてください。首まで。首までですよ、はい、大事です。これさすがにやっぱ女優さんでメイクしたまま寝るって人っていないの。いないよ、そんな人。え、本当にいないよ。いないよ。え、同じ人間なのに。いや、同じ人間なのに、洗いなさい、ちゃんと。で、次いきますよ、うん、こっからもう下地を塗ったら、今度はオレンジのところね。クマにはオレンジですから。みーちゃん、ここちょっと青いでしょ。目が大きい人ですよね、クマになりやすいんで。私、自分のメイクでクマ隠したこと一回もないです。え、やり方が分かんなくて、まあ、最悪別にいいか。いやいや、あんた俺の YouTube 見たんじゃないの。なんかでもできないんですもん、うん、見てるだけじゃ。今日ちょっと肌で感じて持って帰ります、ね、いやちょっと見てすごい、歌舞伎。誰がよーだよ。持っていくな。オレンジ一箇所だけです。はい、ここだけ、はい、ね。で、肌の白い私がこれ馴染むんかいと思ってると思うんだけど、うんうん、ちょっと見てみて。若干普段よりも白くはないと思う。確かに。ちょっとしかもオレンジが効いてるから健康的になっちゃってると思います、うんうんうん、なっちゃってるね、なっちゃってるよね。で、これをハイライトでなじましていきます。こうね、ブレンディさせていきます。ブレンディ、はい、ブレンディ大事でしょ。これだと、あ、すごい、いいよね。オレンジじゃない。オレンジじゃないよね、はい、もう。テカりたくないところはこうやって押さえていくね。ちょっと見たやり方が違うでしょ、うんうん、ね、キレキレキレ。で、コントアですよ。本当は顔を小さく見せます。ドーンドーン、すごい。で、この顎下、これ、ここはもう本当にこれすごい、絶対
すごい。顔顔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 。これもバット伸ばす。これだけで顔がもう本当にシュッとシャープ、マイナス5キロになりますからね。あ、 YouTube っぽい。 YouTube っぽい。マイナス5キロ。いや本当にマイナス5キロになるよ。綺麗だよこれ。どう？横顔とかちょっと一回。あ、かなりここが、ここがすごい。ほら上がってみる。ちょっとそうなの、お肉がマイナス5キロ。マイナス5キロ。これに甘んじて5キロ太った。いやいや太っちゃダメだ。なんでやねん。これやっとけばいいからね。せっかく綺麗になったのに。何を言ってるんですか。これぐらいすっきりしますね。いいでしょ。いい、やってみよう自分でも、うん。じゃあ行こうかな。クリームね。やり方は基本的にみーちゃんのやり方ってね、そんなに変わんないんですよ。ここにクリームを使うかパウダーなのかその差なんだけど、みーちゃんパウダーだったじゃん。はい。これ今クリームなんですね。もうクリームってだけでちょっとなんかもう上級者やめてって思っちゃう。なんかそこだけでもうちょっと足がすくる。そんなことない。変わらないです。いや全然変わんない。簡単。ほらクリームの方が失敗ないから。ちょっと入れすぎたなと思ったら、例えばこれぼかしたら、ちょっと見て、あ、いいじゃん、この方が締まって見える。で、カジュアルな服の着てるから今日はこれでライン引いてもいいんだけど、まあ、もちろんね、この夏の時期だからちょっと落ちやすいとかさ、いろいろ意見あるじゃない。なんでこれをパウダーでこういう色、うん、手に一回取って、パウダーってやったらそのままいくんじゃなくて一回手にこう押さえる。そうすると粉飛びがしない、うん、で粉が落ちない。へえ。兄ちゃん目はあんまりこうなんていうの、強い感じにしたくないんでしょ。いやなんかね、わかんないんです。とりあえずなんか、うん、このまぶたの たるみというかまぶたの重みがすごい気になってるので、自分の中では、うん、なんかあんま主張しないように主張しないようにって言って、なんか冒険して、うんうん、しづらい目だなって自分では思うんです、うんうん。このいわゆるアイシャドウをこうドーンとこう見せ色をここまで使っちゃうとしないんだけど、このブラウンとかシメルだったら別に嫌じゃなんでもないでしょ。ラインをこうやって効かしていくってやり方、もうこれはもう本当にここだったら誰でも弾けるから、例えば一人の人でもこのラインだったら絶対弾けるじゃない、うんうん。でこう目がこうちょっとこう大きくて困ってる人とかもこれぐらいだったら全然問題ないから、まあもちろん今ブラウン出てるからさ、これ誰でもできます。まずブラウンです、うんうん、ね、いきますよ、はい。で今カーキ着てて、さっきの動画でオレンジだったんですけど、はい、あえてブラウンにカーキ入れます。変えてきてくれた、白いですよ。このカーキラインもちょっとおしゃれに見えるんですよ。カーキは使わないでしょ。さっきのマイクウォッチの中にカーキなんて入ってなかった。シャレたい、はい、おー、あ、そんなになんかわかんないな、カーキっていう。そうなの、そうなの。馴染みますね。馴染むし、ちょっとおしゃれじゃない、うん、シックじゃない、うん、みんなカーキだと、あ、ちょっとなとかっていう人いるけど、目の玉がちょっと茶色く見えない、あと。確かになんか、あ、本当だ、色素薄い系っぽいかも。どうや、すごい。ここまでどう、いい感じ。なんか大人です、うん、やっぱり無駄なものがないっていうか、ね、そうね、そうね、シンプルね。で、クリームシャドウを入れて少し下に入れてあげると、またこう目にツヤが出てきて、腕感が入ってくるというか、わかる、もう見えない、自分の目でしか見えないぐらいの、肉眼でしか分かんないぐらいの感じですよ。ちょっと入れてあげる、うん。いや、元の顔がやっぱり綺麗なんだよな。あとこの眉毛、最高の眉毛ですよ。嬉しい、最高の眉毛をいただきましたよ、これ、はい、何にもやることないんですけど、なんかこことここ近づけませんかね、私も。近づける、え、いいじゃん、近づけて、近づけてくれますか、うん、もちろん。今もうアイシャドウをここの上まで塗ったのはその意味もあって、この眉毛とこのまつ毛、あ、ごめん、眉毛とまぶた、この距離をぐっと短くしてるんですよ、アイシャドウここまで塗ってることで。長谷川純さんぐらい近づきました、もうかなり近いで、彫りをこのアンダーラインで、でもね、やり方すごい正解だったよ、さっき。まず下からいく、そうそうそう、下のアンダーラインね、ここまっすぐ、ここ強調してあげることによって、それなんですか、これリキッド、眉毛のリキッド。そう、見て、このライン引いただけでこの距離がもう一気に近くなったでしょ。
分かる。だからアンダーラインから引けっていうのはそういうことで、彫りを出したいよね。でこの上のガイドを決めていく。あとは足りないところをこう描いていく。ふわーっとこうやって描く。だから下にライン一発入れたとしても、そのラインがずっと残ってるわけじゃないから、全然馴染んでくる。一回見て。あ、すごい。え、なんでだろう、そんなに変わらないのにすごい綺麗。こっちなら別にすっごいなんかしてたわけじゃないのに、めっちゃ、うん、でしょ、いい感じ、整いました。で、鼻筋通したいって言ってたじゃん、うん、みーちゃんは鼻筋通したいから、うん、ノーズシャドウ入れるって言ってたけど、うん、俺はこの、うん、出た、ここ難しいんですよ、ここ、この鼻筋、この通ったところをちょっとだけ前頭に足していきます。結構なんか加減間違えるとあれじゃないですか。そうなの。で、描いた、ぼかしたでちょうどいいです。わかる？描いてまんまにすると、もうこっから描いてますから私みたいなさ、なんだけど今ぼかしたでしょ。すると自然に見える。どうやすごい、彫り出てきました。でしょ？うん、で、今度は、まあ、髪の毛黒なんだけど、うん、これをちょっとブラウンで色をちょっとだけ統一して毛流れを作ると、みーちゃんがさっき言ってた、ふわっとした眉毛に変わりますと。変わった眉毛、どうや、はい、綺麗。あ、すごい。あ、変わるわ、全然違う。でこっちは今若干こっちの方が湾曲してるんですよ、ここね。まっすぐ引くんだけど、若干だよ、この前頭のこの上の方ね、トップの方から、これわざと斜めに、ちょっと下に、そう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 、あ、本当だ、こう引いたりもするともう絶対上がんない。これは左右どっちなんですか？私の左眉の場合ですか？そうそうそう。いやいや、こっち側はだってすごい綺麗なの。難しい、難しいのよ。じゃあ自分と向き合わなきゃダメじゃないですか、メイクするときって。向き合ってないの？向き合ってない。なんで？だって分かんないんですもん。向き合えばいいじゃん、だってこんなに綺麗なんだからさ。こういう眉毛だからこういう描き方がいいなとかっていつみんな気づくんだろう。すごい。え？いつ気づいた？まだ気づくない。今気づいた。うん、どうだ？あら、え、すごい大人。どうやさ、なんか顔に、なんだろう、メリハリがつきました。うん、私本当になんか凹凸ないピラーっとした顔だなって。いやすごい、すごい、いいよね、見たことある、見たことある、川北眉。いやいや、川北眉まあこれから夏だからさ、ちょっとテラコッタっていうリップをね、使いますよ。まあ、オレンジブラウンみたいな、まあ、ちょっとこう日焼け肌に合う感じ。え、私日焼けしてませんけどとかね、うん、その気持ちは分かりますよ言ってない。まあ見てくださいよ例えばこのハイライトをこの真ん中にちょっと乗せる、うん、分かる、この陣地のところ、うんうんうん、するとそこぷっくり見えるじゃない、真ん中に。へえ、こっちにも。そう。すると、怖いよね。ここキュッてなりますね。なったでしょ？ハイライト入れることによって、まあ、ちょっとだけオーバーに輪郭オーバーに描いて、うん、で、ハイライトちょんと入れるだけで、ちょっとくすみがぽってり見えてる。うん。これ、どう？すごい！自分の顔じゃないもん。目元にカーキ使ってるんで、リップのテラコッタでちょっとバランス合わせる。すごい。結構いいと思うんだけど、なんかこう見るのもそうですし、引きで見た時にやっぱ全然印象が違う、うん、あ、よかった、すごい。私ちょっとなんか自分の童顔みたいな感じで甘えてたという か、うん、だからこういう風にもうなるんだって。なります、ね、なるんです、なるんですね。どうよ、どうよ、27なんだなって27の美しさってこうなんだなみたいな、うん、なんかすごい、あれちょっと私大人っぽくなりすぎたなとか思ったら、嫌いなのはすごくさっき分かったんですけど、チーク、はい、苦手分野ね。まあ僕だってあいつ変わってよく言うわって感じだと思うんですよ、チークなんて入れなくていいって散々俺も雑誌に言ってきた人がね。なんですけど、なんとなく間にふわーっとこう、これもね、ちょっと日焼けっぽくなるチークを入れて、でちょっと顔が派手になるの嫌だな、
もちろん、ね、色がたくさんあるとちょっと喧嘩するぞと思ったらこうやってまたハイライトをちょっと足してあげてバランス見るんですよ、うん、色のバランス、はい、どうだ、はー、どうや、もうなんかチークというよりはもう肌、肌ですね、そう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 、チークを塗ってって感覚じゃない、ない、すごい、みーちゃんまたおでこも綺麗だしさ、こうやってグッと上げても、いやー恥ずかしい、うん、かなりかっこいい顔になったんじゃないかしらと思ったりするんですけど、まあこれもね、ワックスをバッとつけて同じ仕上がりにするわけにいかないからさ、これもちょっと変えなきゃいけないね、え、すごいで、これも全部ウェットにするとさ、なんかさすがに難しいじゃんでしょ、だから表面だけこうやってワックスを塗って、さっき前髪全部下ろしたんだけど、これ俺がよく雑誌でやってるやつ、わわわわわわ、知ってる、見たことある、見たことある、すげえ、いや、これ、これで道歩いてもいいんですか、雑誌用じゃないんだ、雑誌用じゃない、ただ風が来たらもう本当に大変風の弱い日におすすめ風の弱い日雑誌用じゃないんだ、ね、ちょっと雰囲気がこれでも変わって、あ、うちいなおでこ、これ四角くなりたくないから、ここちょっとグッと下げる、オールバックにするというよりはここのライン、ここ四角く見せない、おでこ四角く見せないので、ちょっと落としてあげるだけで、また雰囲気がグッと変わったんじゃないかしらと思って、まあ、ちょっと一回、あ、すごい、どうよ、あ、すごいです、本当にすごい、うん、雑誌に出れそう、雑誌に出れそう、お前雑誌に出れそうどうでしょう、雑誌の関係者関係の皆さん、ね、雑誌の皆さんどうでしょうか、こんな綺麗になりますから、はい、もうみーちゃんの美しさをね、雑誌の皆さん見ていただいてアイドルも卒業することです、そうですよね、新規一点、はい、新規一点頑張りますんでね、本当に足したり盛ったりすることがなんかメイクだと思ってたんですけど、うん、違うんです、気になるところは隠していいところは伸ばすっていう、なんか別に部外者がいないみたいな、うん、そうねそうねそうね、そう、顔に部外者がいないっていうのが、うんうん、あの本当に綺麗なメイク、私この年に合ったメイクなんだなっていう、うん、いや俺好きよ、新しい自分の顔を見ました、あとやっぱ一瞬で顔を見極めてこうだからこうっていうのがあるのが、あ、プロだ、プロってこういうことなんだなって、いや、そうですよ、いや、すごい、でもっていうかもうずっと見てますから、ずっと見てましたから、嘘だ、嘘ですいや、すごい、いや、皆さんもね、ぜひ峯岸さんの YouTube の方見ていただいてですね、もう比較していただいてね、また全然違ったと思う、はい、違うと思う、ね、もうどっちも素敵なんで、はい、ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございました。イエーイ。なんとですよ、スペシャルゲストです。山口紗友子さんの登場です。こんにちは。いやー、来ていただきました。驚き桃の木山椒の木。このまま。上からラインをこう重ねるとめっちゃいいやん、おー、なんか女子会やからこそできるメイクですね、そう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 、女子会こそメイクをね楽しみたいんですよ、気合入りますよね、やっぱりみんな女子ばっかが集まるから、もうたくさんのメイクを皆さんに見ていただこうと思っています、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、caught up in the middle